東武バス東武バスセントラル西新井営業所東武バスセントラル西新井営業所は東京都足立区の大島駅構内にある東武バスセントラルの営業所組織上足立営業事務所の参加である東営業所と北千住駅を南北に結ぶ2路線とスカイツリーシャトルを主に担当しているかつては一部の西新井駅西口はじめ終着系統も担当していたこれは 東営業所の敷地が手狭なために、足立営業事務所に全面的に移管されたが、現在でも時間調整目的などで、西新井駅から一時的に改装入庫する車両がある。管轄路線全線で、パスモが利用可能である。北千住駅行き乗り場は、構内西側大主山道より出港口に、降車所は東側七局街道沿い入庫口にある。 主に東停留所四重二の系統は、西新井大師入国地側を経由する、その他の系統は、西新井社庫と称しているが、路線図、等では、西新井社庫として一括して表記されることがある。同一箇所に、国際工業バスの西新井社庫停留所が併設されている。このほか、敷地南側の、環七通り上にも、西新井大師停留所が存在しており、 アダチ営業事務所担当の西0一系統、葛飾営業所担当の O30 系統、並びに都営バス、国際工業バスの各系統が経由している。スカイツリーシャトル2012年5月22日に開業した東京スカイツリーと上野浅草周辺を結ぶ観光路線である。観光路線バスという観点から始発が遅く、周発が早いダイヤ設定となっている。 運行ダイヤについては、運行開始当初は、東京スカイツリータウン発で、始発10時、終発18時、1時間に3回運行されていたが、スカイツリーの開業に合わせたダイヤ改正で、始発8時30分、終発21時30分と運行時間が拡大された。15分おきに運行され、各便の始点から終点までの標準運行時間は50分間に設定されている。 ワンマン運転方式を採用し、利用の際には一般路線バスと同様、前乗り先払い方式をとり、降車の際には降車ブザーを謳歌して乗務員に、降車希望を告げ、停留所到着後にあと、扉から降車する。運賃は、一般の東部バス路線と同じ大人に110円、小人110円で、定期券、回数券、プリペイドカード類での利用も可能であるが、パスもスイカのバス特は、 対象外である。また、東武トップツアーズ、浅草駅支店、浅草ビューホテルで、スカイツリーシャトル専用1日乗車券を発売している。東映業所の主力路線であり、ほぼ終日毎時6本以上の高頻度運行となっている。北千住駅から千住桜木までは後日の105線経由と同じ経路を取り、 単独区間となる西新井橋の北詰めから終点まで、元木新道と呼ばれる旧道を走る。元木新道の沿線は、古くからの規制市街地で、区画整理も遅れており、急カーブが多く、対向車とすれ違いが困難な箇所も点在するが、需要の高さから大型車両が運用されている。70年代までは、北千住より、先の千住大橋吉原大門を経由し、 浅草駅まで運行していた便も存在した。前述の元木新道経由に対して、その400から500メートル程度東側を並行する、バイパス道路であるお竹橋通りを走る路線である。元木新道経由と似通った経路であるため本数は、やや少なく、20から40分間隔程度の運行である。近年西新井駅、西口周辺の道路整備に伴いお竹橋通りから、 往復する形で、西新井駅前への乗り入れを開始した。原則小型車の運行となる。2008年9月1日に開業以来、初の減便ダイヤ改正を行った。2011年4月11日に、さらなる減便、市バスの繰り下げ、州バスの繰り上げのダイヤ改正を行った。足立営業事務所へ行かん。足立営業事務所へ行かん。北一。 北03系統専用の大型車、中型ロング車と中型車、小型車が在籍している。中型車は標準色の他にスカイツリーシャトル専用車が在籍しているのが特徴で、スカイツリーシャトル専用車の登録番号は全車両が東京スカイツリーの高さである634となっている。うち3台は岩戸工業製のボディを仮装。 東京スカイツリーの眺望を考慮した、ガラスルーフが採用されている。事業所一覧、東部バスオンライン。web.archive.org2020 年6月22日、閲覧。東部交通広告のご案内 ABCD、スカイツリーシャトル4路線運行東部鉄道、東部バス、東部バスセントラル。 http://www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュ images スラッシュデータスラッシュ 20120405132953.pdf2012 年5月22日閲覧ありがとうございます